こんな感じで、こちらの草木観音堂さんは出店やってますね。なるほどなるほど、こんにちは。これ綿飴屋さんか。めっちゃピンクだね。綿飴屋さんで、ね、まあお祭りの定番だね、焼きそばとか。いくら入れようかな。55円がいいの。食べた5円とか5円あるよ。50円一応食べたから。あ、50円はあった。あ、5円ある多分。あった、こうかな。55円。こんな感じかな。今だいぶ人が並んでるのかな。すごいね、おむくじの量。みんな結んでくる。確かにすごいわ。ネットに結ぶんだ。もう結ぶとこないんだろうね。どんたやきの受付。どんたやきやってないんだ。あ、やってないの。運転台して、なんか横のせいに。締め縄をご自宅でゴミに出して。古いやつ。高林寺。あー、なるほど。高林寺。高林寺。ああ。ねえ、さあさあさあ、よいしょ。いいよ。ここで、よいしょ。くっついてる。噛み様くっついてる。何年かぶりの大吉です。あ、いいことしか書いてないの。多分。じゃあ続いて俺だね。ダララ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 、はい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 、ごっちりくっついてる。いきますよ。やったー、大吉。やったね。あら、ダブル大吉です。ダブル大吉ですね。
争いごと、勝てども後に恨みあり。飽きない、売り買い、何でも吉。相場、山気を出すな。あとは、これ、願い事、思いがけぬ人の助けありて叶うことあり。うん。待ち人来る、連れがある。旅立ち、行く先、利益あり。まあ、大体いいですよっていうことだね。安心して勉学しよう、学問。うん。うん、じゃあ、僕もこれ、1年間お財布に入れて、また、大事にしていきたいと思います。あれは祝辞なんだったの？七福神。おー。じゃあ、ちょっと先に俺見るね。うん。福。読めない。漢字読めない。これ。わかんない。この人。この人。何の神様かな？長寿の神様なのかな。ねえ、通に俺は長寿でなくてもいい人間だけど。はい。はい、じゃあ次、メグ。はい、来たー。イビス様。いいね、わかりやすくて。イビス様。イビス様。イビス様は商売の神様？違うか。うん、右の手に釣り座、左の手に大きな鯛。財福を授けます。財。じゃあ俺はメグの財をせびればいいってことだね。財安全の神。ね。あげないけどね。メグの財はメグの財。俺の財はメグの財。俺の財はメグの財。すぐ切れちゃりん。ね。こんな感じ。すごいな。お、みんなここに並べてる。なんでだろう。置いてくんだ。あっちの方がね、スムーズにいかないから。すげえ、こっちも並んでる。帰ろう。